ちは、Pです。バイオハザードRE4、トロフィー狙いの4回目です。前回ね、デコ盛り、ロボ乗船っていうのかな、クリアできて、今回はチャプター6です。外国もなるべくね、ステルスで行こうと思います。ライターは持ってるんだ、ね、タバコあるか。あ、レイダーです、あなた。コスチューム変えてある。アンバーはどこ。アンダーパパ。残念だが今は手元にない。それより褒めてくれないのか。コスチュームですね。エクシー、あと猫耳つけてます。必死で隠したんだぜ、奴らにとっ捕まる前によ。だからこうしてまだ生きてる。約束でしょ、アンバーを渡せばここから逃がしてあげる。アンバーがない、じゃあ取引もなし。細かいところまで厳しいね、いいだ。わかったよ。今から取ってくるでいいだろう。ちょうどついでもあることだしな。無理だ、ここは危険すぎる。どこか安全な場所を探す。悔しいわ、力になれなくて。気にするな、いざとなれば泳いで帰るさ。また連絡する。行こう。私どうなっちゃうのかな。今は無事に帰ることだけ考えるんだ。この方が似合うね。アシリが私どうなっちゃうのかなって不安だよね。そこにありますね。はい、でね、ここも基本ステルスで行こうと思うんですけど、上に2人見えると思うんですよね。はい、見えます。このおばちゃんだけ、このエレンまで多分押せてる気がします。ちょっとよく見えない。あ、猫いないか。はい、大丈夫そうですね。新しいのが入ったぜ。こちら危ない危ない、話しちゃうとこだった。はい、セーブしておきます。2人上の人倒してるから、あとはね、下の人2人ですね。見つからないように行くぞ。できるか。分かった。で、1人目。もう大丈夫だ。待ってて。はい、2人目。向こうにいるタイミングですね。はい、このおじさんね、罠にかかってたりします。行こう。オーケー。罠、一応ね、足がかからないように回避しました。鎧足だからね、罠にかかっても平気かもしれない。はい、左側の建物にトレジャー、宝物があるんですけど、はい、今回はスルーしました。次は石器所のクランクを入手します。静かだな。すごいね、人たちが持ってます。まずはスピネル。で、ここは、二人、おじさんとおばさんがいると思います。いますね。はい、
sé que estáis ahí. ¡Hanaretelo! Ok, ¿quién es? そばにいろ。OK。もう大丈夫だ。いいよ。はい、おじさんが降りてきました。最初にね、おじさん押します。おばさんの位置を把握しながら。向こうに行きました。さんが来るかな。行きましたね。忙しいかな、ここね。これね、すぐ戻ります。行こう。待ってて。ちり、ここでね、おばさん回ってるから。離れてろ。 OK。 はい、はい、OK です。行くぞ。分かった。はい、で、上ですね。主義だから、今回はね、あの隠れないでちょっとね、だけ立ちになります。普通の主義だったらここにね隠れてもらってるんですけど、今回はね鎧だから少し走りにねターゲット取ってもらいます。はい、行きます。日本です。どういうことですか。マジかよ。チェーンソー姉妹です。怖い怖いけど、やっぱなんかかっこいいよね。やっぱり強いとかね。大事なものらしいな。はい、ちょっと怖い。で、一回下がります。レディのおもてなしとは光栄だね。で、ね、距離を保つためにね、こっちから向きます。少し向こうに行きましょう。安全な走りはね大丈夫です。できながらね、ここが安全かな。はい、ここまで来ました。どういう順番で来るかな。おばちゃん隠れていたとってられたら来るかな。はい、一人やっつけたかな。しました。うわ、あ、降りてくるね。怪我は？ないわ、大丈夫、今のところは。大したもんだ。
鬼ごっこの名人になれるな。何それ、全然嬉しくないんだけど。よし、行くぞ。分かった。マジ？踏まないで。いいか、奴の狙いは君だ。奴を見たらとにかく逃げろ。あなたは？そうだね。必ず食い止める。セーブします。のお仲間か。ここまで愚かとは。皆さん、終わりです。この世界の2回目余って敵の戻りながら左右に移動して避けつつダメージを与えていきます。さっきより身軽になったな。撃ちなかったけど大丈夫？簡単だよね。なんか悪いかもしれない。あれだしな。押し込む。出し物は終わりか。
ここはね、ミキータイは相手の行動見ながら避けないと当たっちゃうよね。無事にできました。取材だぞ。すごいね、追いかけてくれるよね。お前の神とやらによろしく。優しい、ありがとう。本当にいい子ですよね。おかえりなさい。ありがとう。太陽の6でレオンはね、おじさんになっちゃうんだけど、じきに追っ手が来るぞ。アシリも出ますよ、6。すごいね、レオン。うん、私はあんな風にエクシーな女性に成長してます。絶対にな。わあ、どうなってるの。まあ、先に進むしかなさそうだ。行こう。本来ならね、もうチャプター7に入ってブラックビール入手なんですよね。はい、メイクします。はい、ちょっとだけ進みます。あ、おら、こちらルイス、今どこにいる。家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中だ。実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。どこに行けば。そうだな、城の中庭に来い。そこで落ち合おう。キャロウ、はい、今のね、この無線はアシュリー、映画編のチャプター4の始めですね。はい、でルイスが、はい、無線してくれました。はい、話しかけられないよね。だよね。ここからね、ブラックテール売ってます。じゃあね、ここでセーブします。はい、今回はね、じゃあここで終わりたいと思います。はい。村長戦とか、ちょっとね、苦戦しちゃったりしました。でもね、無事にダメージなしでクリアできました。はい、次回も頑張ります。じゃあまたです。バイバイ。